その国は決して人間を寄せ付けない禁忌の世界。そこにはかつて人間を喰らい支配した異形の眷属とそれらを滑る王がいた。今何と。何度も言わせるな。私は今よりこのサリフィーを妃に迎える。ねえ王様、私の前では何にも無理しなくてもいいんだよ。魔族も人間もまるで同じに映る。お前の瞳の前ではどんな嘘も通用せぬだろうな。人間の娘が王妃候補だと。あの娘の存在はいつか王を殺す。魔族が人間と同じ。お前の目すぐに覚まさせてやる。私が今本当にやるべきこと、それは私自身がみんなに認めてもらえること、それが王様を守るってこと。だから私の命あなたに捧げます。この想いをこの心をあなたに捧げるのなら、どんなに胸が痛んでもそのお気持ちから目をそらしてはいけません。何グズグズ悩んでやがんだ。この俺こそが魔族の王、お前を俺の妃にしてやる。守護者に敗北は許され、俺の主人にあだ名すもんは排除する。私とて引けぬ。私にはサリフィーが必要なのだ。覚悟はしてる。たとえどんな結果になっても構わない。